宮本かな子は、日本の声優、歌手、女優。茨城県土浦市出身。東方学園芸術短期、大学演劇専攻ミュージカル科卒業。身長155センチメートル。所属事務所は、東映アカデミー、東映マネージメント、東映東京撮影所を経て、現在は、アクセル1に所属。小学4年生の時に、母親の勧めで、 東映アカデミーの養成所に入所。初出演は、教育映画、小学生の交通安全危険マップを作ろうで、その後も、赤毛のアンルビー役や、ガールズミュージカル、東京メッツリトルメッツでの活動など、舞台やミュージカルなどにも多数出演。コーラスグループ、ヤングフレッシュに所属し、テレビアニメ、プリキュアシリーズの楽曲等に、コーラスで参加。 ソロの歌手としてのデビューは2007年2月より放送されたテレビアニメイエスプリキュア後の前期エンディングテーマキラキラしちゃってマイトゥルーラブ同作品では後期エンディングテーマガンバランスでダンス夢見る奇跡たちも担当し第40話では本人役としてゲスト出演を果たしているまた劇場版アニメ映画イエス プリキュア後今日の国のミラグル大冒険。では、ピンキー役として出演した。2009年からは、声優業も本格的に始めるようになり、2011年の、舞の魔法と家庭の日のつ開米役で、初主演。2013年にはこれまで、主に歌手として何度か携わっていた、プリキュアシリーズの新作、ドキドキ。プリキュアにて、剣崎誠、キュアソード役で出演。 それと、並行して2008年10月のアニマートナイト2008への出演を皮切りに、ライブ活動も本格化させている。2010年4月より、子供番組、キッズ劇場に出演し、進行役及び歌のお姉さんを務める。2012年4月より、初の冠ラジオ番組、宮本かな子、高橋秀幸のなっちゃ、ライブショーを開始。 2010年12月、初のオリジナルミニアルバム、ハーモニーをリリース。2014年2月12日に自身名義初のフルアルバムをリリース。2014年2月7日、前年末から続いている体調不良により、期限を定めない形で、長期活動休止を発表。その後活動休止から1年を超えた2015年3月23日に、 東映マネージメント公式サイトでコメントを発表、前回とは言えない状態だが確実に回復に向かっている皆さんに会いたい一心でもう一度チャレンジしていきたいと決心できたと回復の途上にあることや復帰の意欲があることを明らかにした。その後体調の回復に伴い2015年7月13日より活動を再開すると発表した。これに合わせる形で 東映マネージメントから東映東京を撮影所に移籍、2016年5月9日付でアクセル1に移籍した。2015年11月よりライブハウスを中心に歌唱活動を再開し、金、ダーテレビなどで徐々に声優としても復帰への等を進めていたが、2017年2月5日から放映されるプリキュアシリーズ第14作、キラキラ、プリキュアラモードのエンディングテーマ。 レッツラクッキン、ショータイムを担当することが発表され、9年ぶりに、プリキュアシリーズ主題歌への復帰を果たした。2018年2月4日、放送開始の、ハグと、プリキュアでは初めてシリーズ OP 主題歌を担当した。2021年の、トロピカルジュ、プリキュア放映時点までにおいて、プリキュアシリーズの本編をオープニング1曲、本編エンディング7曲をはじめとして、 ケンザキマコとキュアソード名義での挿入歌のほか、映画版でも主題歌、挿入歌を複数歌唱しており、プリキュアシリーズに音楽、演技面で深く寄与している。2019年2月11日に8歳年上の一般人男性と入籍。翌12日に自身のブログで発表した。2020年7月17日には第一子の出産をブログで報告している。 ニックネームは2008年3月に公式ブログ上で募集した結果、かなちゃんに決定した。趣味は乗馬、裁縫、ゴルフ、旅行、写真など。乗馬経験もあり、全国乗馬クラブ振興協会4級の資格を所持している。好きな食べ物はチョコレートと白玉。しかし、あんこは苦手である。キノコも苦手としている。公募予備自衛官であり。 父親も、後位の幹部自衛官を務めていた。2015年12月1日の自身のブログで、保育士試験に合格したことを公表している。宮本の休業中、代役を務めた人物は、以下の通り、太字は、メインキャラクター。映画ドラマ海外、アニメドラマ CD。ありがとうございます。